is over. When you say you're feeling lonely, if you ever need a shoulder, you know where to find me. Stop chasing.入りが甘いかもしれないですか、はい、その不安定さが、状態に影響してきてるかもしれないですね。あ、うん、こっちを改善して、まあ、腰の左右の傾きとか、まあ、体幹の傾き直した方が早いかもしれないですね。そう、あんまこっちって違和感ないんですか？うん、多分足側から来てる可能性が。あのね、2回目かなんかがむっちゃ体幹こうなりましたね。ですよね、はい、出ましたね。多分2だと思います。3回目ちょっと横に回っちゃったんで、はい、両足ね、均等についてるから。欲しいですけど、まあこの爪だともう今のが限界かもしれないですね。頑張った方がいいかもしれないですね。右の方が、前になって外向いてるんですよ。で、高いベンチ台って顕著に歪みが出てくるんですよ。なるほど。置くときに、まあ、どっちか左に向くか右左って置くじゃないですか、はい、それでね、届きにくいから余計にね、普段のねじれがこう倍速で分かるんですよ。あの拡大してくるんで、今右が遠くて外向いてるんで、これで多分ね、真下方向にして、はい、足の上から足取ってみるといいと思います。こんなずれてるんだって分かるんですね。
じゃないですか。今の方が良かったです。感じ的には。あの、ケツが楽でしたね。ね、ですよね。あのぐらいが多分ベストかなっていう。左右差っていうか、前後はどうでしたか。まだちょっとずれてますけど、足の開き方向は今、やっぱりいいですし。良かったですか。で、やっぱこっちの方がまだ、動きが伝わってる感じはしますね。下半身は結構ハマってるんで、足だけなの気がしてるんですね。足だけなんか来ちゃったけども、開くと減りの方でどっちかで。そうですね。あとこの台が高い分ね、ちょっと動きが出にくいっていうのあるかもしれないですよね。もうちょい左出した方がいいかな。1センチぐらい。そうそうそう。試さないといけないですね。そうですね、まあ、ちょっと高いですね。ちょっと高いですね。方に TXP の秋田さんにお越しいただいて、ちょっとねパーソナルトレーニングを受けていました。久々のパーソナルトレーニングでした、まあ、今回いろいろ課題が見つかりまして、前回のベンチプレスの動画では、まあ、160キロまでスムーズに上がってやったという感じだったんですけども、やはりねそういう時にこそ怪我しやすかったりとか何かしらアクシデントが出るものなので、ここで一回フォームを訂正したいなということでちょっとお願いしてね本日来てもらいました。まあ、やっぱり課題としては足なんですよね。上半身はだいぶ固まってきていてすごく調子がいいんですね。ただ左右差がね結構足あるんですよ。ほんと手のひらで表すと左が後ろこんな感じなんですよ。でなおかつ左がこの角度、右はこのぐらい角度っていうぐらい差があるんですよね。やっぱりそれによってこの上半身の傾きが全然出てしまうんですよね。ですので、まあ、本日は重量としては130キロまでなんですけれども、まあ、そういったところを、ね、調整するような構成でお願いしました。もう本当おかげさまでだいぶね、こういう風にしていった方がいいんじゃないかなっていう課題が見えてきたので、まあ、そこを詰めていけばまたより良い結果が出るんじゃないかなと思います。ベンチプレスで高重量を上げるためには本当こういう細かい調整が必要で、やっぱりその望んでいないアンバランスが出てきてしまうと、高重量になればなるほど1ミリの誤差が本当に数十センチという誤差につながってくるんですよね。もうそれでもひどいのにやっぱ足とかがねあれだけずれちゃうと、どっかのタイミングで筋肉でカバーしていても高重量だった時にカバーできなくて、やっぱり怪我っていうねところにつながります。ですので高重量をね上げたくても上げられないっていう方は、まずやはりフォームを見直してください。
私のようにね、こうやってビデオ撮影するのもすごく有効ですし、誰かしらに見てもらいながらね、指摘をもらいながらやっていくっていうのもすごく重要だと思います。あと最後に3秒止め、これね、3秒止めるようなトレーニングをしてったんですけども、これもね、すごく良くて、やっぱ瞬間で上げるっていうのは考える時間がないんですよね。ただ3秒止めてる間に、あ、どこどこに重心が乗ってないなとか、すごく考察することができるんですよね。これによって、じゃあ次のセット、こうしよう。で、また弱点を見つけて、ああしようっていうのが見えてくると思います。私もね、3秒止めは120キロでやったんですけども、まあ、私ではね、まだ120が精一杯ですね、3秒止めはね。ただその中で先ほど言った足のね、重心バランスの課題っていうのも見えてきましたし、あと単純にボトムポジション、ここのね、ポジションで止めていることによって、ここでの切り返し力がすごくついてきます。ですので、ここの上げ力が足りないっていう方もね、ぜひこの止めという方法をやってみてはいかがかなと思います。今週のベンチプレスは、TXP のアクセサリー見てもらいながらしっかりと行うことができました。私は毎週ですね、このベンチプレスを上げていきますので、よかったら引き続き見てください。私のこのビデオではトレーニング、栄養、サプリメント情報を更新しております。もしこの動画楽しかった、気になった、もっと見てみたいと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と、そしてグッドボタンお願いします。私が担当している芸能人の武田真さん、次長課長河本さん、大野拓郎さんのトレーニング様子はですね、インスタグラムにて上げております。よかったらこっちも見てください。また私が開発している最高級プロテインのゴールデンダスト、脂肪燃焼系サプリメントファットバーナーのビジョットゼロ、こちらにつきましては下の概要欄から購入ページに飛べますので、よかったら使ってみてください。今回もありがとうございました。